おはようございます。めぐりかみたいちです。今日は羊のクラスタ肉セルダニオを使った料理を紹介します。ソースはソースディアブル、付け合わせは黒トリュフ入りのピューレドポムノテールになります。それでは一緒に作っていきましょう。今回用意したセルダニオはセルとフィレとパヌフ、バラの部分が一トロンシュになっているものです。フィレの部分と、あと上の部分がセルダニョ、クラスタ肉になります。あとこの部分がパヌフといってバラの部分になります。この部位ですけども、こういう切り方をするとムートンチョップ、もしくはラムチョップと言い方をします。まず最初にこのバラの部分、パヌフの部分とセルの部分を切り分けていきます。このバラの部分ですけども、今回はカリカリに焼いて一緒に添えたいと思います。用意できたら今度は薄皮、皮の部分を取り除いていきます。このように手でちぎれますので、薄皮の部分を取り除いていきます。この薄皮の部分を取り除いていきます。このように、手で持って取れないのであれば、滑り止めに紙などを使って持ってこのように剥がしていきます。セルの部分の下処理が終わったので、続いてバラの部分を切っていきます。それではバラの部分を焼いていきます。温めたフライパンに油をひかずに、まんべんなくパヌフ、バラの部分を並べます。あまり動かしすぎずに中火でじっくりと油を出しながらカリカリに焼いていきます。だいぶいい感じに色がついてきました。このまま火は弱めずに中火でじっくり全体的にカリカリになるように焼いていきます。パヌフをカリカリに焼いている間にソースを作っていきます。今回のソースはソースディアブルというソースです。まず白ワインを入れて半分まで煮詰めます。煮詰まったところにエシャロットのしずれを入れて、フォンドボーを足してこのまま軽く火を入れます。最初からエシャロットを入れていないので、いい意味でのエシャロットの強みが残って美味しいソースになります。少し煮詰まったところで塩と胡椒で味を整えて、最後仕上げにカイエンヌペッパー、もしくはピモントエスプレッドを入れてソースディアブルの完成になります。それではセルダニョを焼いていきます。よく温めたグリル板に塩コショウで汗染めしたセルを置いて焼いていきます。きれいに格子状になるようにきっちりと表裏焼いてください。
それでは盛り付けていきます。温めたお皿にグリルしたセルを置いて、その横にカリカリに焼いたパヌフ、バラの部分を置きます。続いてガルニチュール、黒トリュフ入りのピューレを置きます。またこのピューレドポモドテロトリュフの動画がありますので、そちらを参考にしてください。最後仕上げにソースディアブロをかけて完成になります。このソースディアブロもまた詳しく動画を上げますので、そちらを参考にしてください。このグリエしたセルダニョーとこのソースディアブロ、非常に相性がいいです。あとパヌフもカリカリに揚がって、アニョーの旨味がたっぷり入っていますので、ぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。